相手が悪かった。ゲリアさん、ずいぶんムードな。キャッスルに来るもんの目的。せやからここは人がいないだけの場所なら蒼天堀。なんでこの場所は。理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会の会長です。西谷誉っちゅうんが代々受け継がれるな。あの人は三代目西谷誉。渡瀬の親父が近江連合を解散させ。どういうこと。少し長い話。ああ。来月親父が出所する日、親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで、みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うて。せやけどそこで親父が読み上げるんは、その時みんな何の前触れもなく、組織が東条会が消えて神室町を取り日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種。一体
ああ、下手したら渡瀬は何で。そしたらメールの一斉送信で知らせますか、それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったらこっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない、あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく。道島大吾、真島五郎、西島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人、東条会を裏切った荒川真澄、今は近江連合の頭代行、あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東条会6代目の極秘指令で動いてるんです。なんだと。東条会も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ、そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし巨大化しすぎた近江を一遍に破裂させ、その話に荒川は表向き都知事の浄化作戦で東条会を売り、けどその本当の目的は近江神室町に大勢の組が流れた結果、荒川真澄は惚れ惚れするぐらい。待ってくれ、2年前です。そんなに前から。ええ、ここに来た貴人会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の金稼ぐしか能のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし心底慕ってます。酒飲めばその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそまず間違いなく潰しに。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男。ええ、つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも貴人会の得意技は暗算。親父も俺も登場会の結果だから事前に。ええ、先に言っとくが、俺分かっとります。解散を宣言、あの人さえ出てこなんだら、要は渡瀬が出所。はい、相手は近江正面から言ってもええし、こそただし俺ら渡瀬組はそうなると自由に動けるのは桐生さんお一人と言って大したもんだ。うちが大道寺にくれてやった小屋一つ、これだけは。この船で西谷をやるならやつ。ええ、せやけどあの人よっぽど居心地このままやと多分次に西谷が備え悠長に待ってられならまずはその何か。金を出したからって何でもすぐ俺に対、せっかく現地まで来てるんだ。確かに。失礼します。あ、オーナー西谷で。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります。会長よう俺なんぞに。俺は千里眼だからこっからスコープなしてもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれ。そう来なくっち
じゃ。隣にいる上流も連れてこいよ。え、上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる。そいつが上流だ。獅子堂のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや、実は会長、上流は素性を明かさない。それも渡瀬組が決定。へえ、そう言われたら。会長、これはどういうことでっか。キャッスルの中にいる間はお前は手出すなよ鶴野。そいつ、せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通り、お控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。来い。これでしまいやないか。まあ、どうやら西谷会長もこっちに向く。あんたはヘリポートへ追い急ぎよ。赤目がおるはずです。お前は会長と会ってあんたに渡せの親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人に行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。は、早ないですか。一応手加減は。まさかこっちに来るとはな。
Ugh!
来たか、逃がさんだ。なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマー張ってもらうか。ジョリュー、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いいね、ジョリュー。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。いい音聞かせてくれ。
オーラー、たまんねえな。死なないでくれよ。なんてざまだよ。俺もとんだまぬけじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の。もうええ、そこまでや。上流、それ以上やったらこの船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダーハ、ふざけんな。これお前、生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺すいうんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしてさっき喧嘩の前に言われたやろが、俺は間違いなく。そんなもん。何威張っとるんや、ボケ。に、鶏？そしたら何か？お前は会長の言いつけにも。他のもんもそうか？やっぱりお前だけ。お、ちょ、待って。ええやろ。いずれ手打ちにするとしても、それでもまだ俺に吠えるんや。大した度胸や。先行、身の程わきまえろ。すまんかったな、西谷会長には。上流、お帰り。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、西谷が目覚ましたら。あんた、どこい？
もしもし。俺です。今やっとこっちも。そうか。目探した途端まるで発情しきって下手したら組の門に上流探して連れてこ。西谷自身は出てこねえ。今の基人会は他あの人を船から降ろす。なら蒼天堀で会えるか。できるだ。500億とは言わねえよ。明日までにご用意します。そうだな。わかりました。上流。ああ。はあ。何？おい。はあ。ああ。上流。どれにするん？ああ。ああ。うん。うん。うん。ああ。いいよ。
しばらく寝てろ。よろしくな。おい。ああ、何？いや、はあ、ああ、
どないしよう。せやな。えらいこっちゃ。おう。バッチリ頼むで。上流、町出るんやったら気付き鬼人会がめっ、はあ、あんたってあんま好きでったがな、少しのは任務上必要な、やっぱりようわかる。よう来たな。大きに上流、どれにするん？いや、
番だ。でや、ほら、うわあ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 、おい。え？どうなっとんねん。もっと俺を楽しませてえねん。おい、うん、よろしく頼む。うん、ああ何、ああ、うん、おい、はあ、うん、はあ、申し訳ない。うん、いえ、あの、おい、何、うん、ああ、
いえ、いえ、頼みます。よろしく頼む。ちょ、ああ、はあ、うん、いえ、はあ、助けてえな。何？何？おい、はあ、この番だ。頼みます。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんで。十分だ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせてこっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやる。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるやつはメンツ。いつまで来それじゃあこの金。せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上あおったら西谷にマジで。いいか鶴野、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。
もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、なるべく道理で実装としてたら。もう諦めろ。手始めにこの町でいっくす。ジャブジャブ使ってろやないですか。もちろんだ。そうか、ご存知で。ああ、なるほど。カシラ、詐欺。いつもは呼び出してもこんな。シシド。上流。好きなだけ飲んで。ああ、今夜は楽しんだらいい。俺は上流ってもんだ。え？嘘。今夜はみんなにも楽しんでもらい。お、ほんまでか。では上流様、グランド一同皆様、お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へあちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いよ上流様。カシラ、キリュウさん、これ人目しのんで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく。すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはず。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃいつまでも。ほな次行きましょう。おお、次あれです。うちの組員も集めます。見つけたで上流。派手に遊んでるそうやな。我ずいぶん舐めた真似してくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。ドアホ、何寝ぼけとんねん。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさ。それが私組の答えちゅうわけだよ。西谷に言っておけ。せやないと可愛い子分どもがどん。まず手始めに。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。鬼人会の奴らまだまだ。ええ、確かに。分かってます。へい。
行ってきます。人目引こう言うたらやっぱ女です。なるほど。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。えっ、急に呼び出してすまんな。お新指導さん、どないでっか、ジョーリー。確かにジョーリューさんってクールな、クールなのは嫌い。お金持ちのかっこいい男は、うちの客人によう言うた。ほれ、あー、ほんま、お金のシャワーもっと。ええ調子ですわ、ジョーリュー。ああ、飲み込みが良くて助かる。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。わかった大気に。足早すぎや。しばらく寝てろ。やっぱ。どないしました。よし。おお、ええですな。これは派手に騒げます。お前らええな。へい、もちろんやります。よし。文句はねえよ。どの曲にするか。この歌を送るぜ。深く愛したら俺に振り向いてくれるのかい。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。幸せ色の人並みに涙よどうか埋もれてくれ。二
がいない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すような泣いてまうやろ。ジングルベル、あの子が吹き消し微笑む姿、夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる。さよなら、さよならない、もうすぐ愛しい、あの子はあいつの腕の中。さよなら、放りない、プレゼントの配り先のない、哀れなサンタクロース。世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラブ。サイレンラブ。個性的な歌っすね。思いっきり歌ったな。全員は盛り上がりましたな。俺もです。今度うちの親父とデュエットなんで。そうだな。デュエット、お会いしました。なあ、鶴の。そう。など次に。もう。なんかありましたか。次は。うお。プールバー。ビッ。おお。オフタ。なる。手加減しないぜ。うお、怖っ。あちゃー。どうした？残念でした。あちゃー。力みすぎだぜ。残念でした。やるじゃねえか。どうした？
残念でした。力みすぎだぜ。くそ、残念でした。負けてられねえな。よし、やるじゃねえか。どうした？残念でした。負けてられねえな。よし、やるじゃねえか。あちゃ、力みすぎだぜ。残念でした。負けてられねえな。よし、やるじゃねえか。よし、負けてられねえな。あちゃ、どうした？残念でした。どんなもんです。くそ。負けか。おお、まだ加熱。そうか。なんかありますか？減ってきたな。お、うまいと評判の店です。こんな初めてごち、ありがとう。鶴の、あ、いや、そう。あんまり下なら、こ、見ろよ鶴の。おお、お前らそんなガツくたく、恥かかせんなや。せやけど頭、アホ抜かせ。いや、でも、わーったわーった頭。ふん、いや、もう何遍かんば3000万使い切る気で飲ん、これは断れまへんでか。お前ら、えい、今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。乾杯。ふう、今夜はほんまにこんな機会ができ、ごちそうさ、ほんま、おきに。いや、おい、こら、金集めてきたんが俺やぞ。まあまあ頭。
恵比寿屋。ああ、買い物だ。いらっしゃいます。ここにはスーツもあるのか。質のいいスーツをお求め。さあ、いかが。おお、ただお値段がしょ、うん、お俺は上流だ。は、はい。少々このシャツなどいかがでしょうか。もらおう。いいだろう。あとは時計とメガネと。は、はい。鶴野、そりゃ人の金ですかい。当たり前や。けっせや、俺も新しい。あ、ありま。なんだそれ。街のも行きましょうか。どないします。どつき回したんぞ。ああ寝てろ。誰自分で言うもおこ
ほんなら一応し、あんたが俺の息子。ほな自分。兄貴。さすが。コーラス。さあ。そう。なん。行きましょうか。やっぱ堂々とマチュアル君は気分ええんちゃう。どないしました。こんな急がんでも。もしもし、鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。有名な作戦が当たったのかもしれません。桐生さんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう。桐生さんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんや。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。なあ上流、ちょっと。ん？鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんかー言うて。まずいな。グラな、うちのネットワーク。ああ鬼人20とか30。結構な数だな。わかった。
おい。え？Ugh.